ゃないか。ルピーヌ降臨。お願いです、シャルロットさん。ブクブク中の変装をし、警備ロボの目を逃れ犯罪へ。仮想認識技術のために私は貯金を使い果たした上、この通り土下座でもしますから。レピーヌ・ポーリンさん、落ち着いてください。研究に対するあなたの熱い思いと、しかしあれは間違いなく小説です。誰かが趣味で創作して匿名で投稿した報道記事風の物語なんです。おおいら分かったかもだぞ。もしかしてレピーヌ・ポーリーンが前にスチームバード新聞で読んだ記事って。編集者たちが会議で話し合っているのをこの耳で聞いたんですから。編集者たちもあの小説が見、しかし思いのほか出立艇はあの小説が気に入ったみたいで、警備ロボの識別能力はベテランの警察と肩を並べるほどだから、そんな犯罪を見逃すはずがありません。小説が掲載されてからというもの、あの小説が治安維持の一助となったのは事実。ルペイヌ・ポーリーンの研究の動機が。ってことはオイラたちの分け前もなくなっちゃったのか。旅人とパイモン戻ってきたのね。近くで取材してたら偶然レピーヌ・ポーリーンさんに出会ってね。私も画像認識技術の宣伝文を書いてって頼まれたの。でも残念なことに彼女の期待も君たちの努力も無駄になってしまった。君、オイラたちもこんなことは初めてだぞ。その作家はただ面白い物語を書きたかっただけだろうし、出立艇のやり方だって。ちょっとレピーヌ・ポーリーンさん、な、警備ロボと一戦やるんです。それからエピクレシス、そしたら借金を返さずに済むでしょ。謝りすぎです。あなたが警備ロボと戦ったって彼らの外装さえ破れないでしょ。せいぜい出立艇で数日過ごす。それよりこの技術に一体いくら注ぎ込んだんですか。27。メロピデ要塞に逃げ込むほどの額でもなさそうですけど。キューフォンテーヌ科学院の外注設備エンジニアに過ぎない私にと。それに失ったのは貯金だけではありません。私の人生も台無しです。ごほん、そう落ち込まないでください。よく見てみたら先ほど渡してくれた見本、画像認識サンプル収集撮影レンズは本来の機能とは別に素早くフォーカスを変えられるこのレンズはきっと記者たちの役に立つと思いますよ。ですからあなたのこれまでの研究は決して無駄ではありません。本当ですか。もちろんです。ですからまずは気を取り直してください。そんな幸運が訪れ、もしかしたら撮影設備発展、もう少し資金を借り入れた方がいいでしょうか。レピーヌ・ポーリン、夢ばっか見てないで、まずは一歩ずつ進んでいこうぜ。全財産をつぎ込んで。ええ、もし知り合いのつてで画像認識の設備を。電話急げ、一刻も早く。ああもう行っちゃったぞ。オイラたちの話全然聞いてないじゃんかよ。まあ少しわかる気もするわ。心配しないで、今回の出来事、彼女の研究はきっと記者たちの役に立つと思うわ。そしたらオイラたちも安心だぜ。そうだ、このサンプルレンズは君たちにあげるわ。すごいツールは。ありがとな、シャルロット。分け前はなくなったけど大したことないよ。特殊なニーズがあったからとはいえ、レピーヌ・ポーリンさんみたいな。
ー